さあ、えー、それじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか、えー、今日の担当は植地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いしますはいさあそ通用うがんじゅうわちみさえみさて昼夜今やこんわちの27日旧暦うちなのくゆめ月の十八日にあたとおびとんせちゅん琉球新報の記事の中からうちなありくりのニュースうちていさびら 中のニュースや、えー、島たちの心構えを学ぶ島からにじていちる土地の,の心構えを学ぶでのニュースやビンディナビラ北大東村の北大東小,小中学校で、えー、北大東オフあがり島の,の北大東小中学校でこのほど今度 小学校6年生から中学3年生の児童・生徒を対象に手にし北大東小中学校出身の北大東小中学校を卒業される高校生の話を聞く話しち千る先輩高校生から学ぶ会が開かれました学ぶ会が i b ータン 島の子どもたちは高校進学のため、えー、上刈島のワラビンチャーやワランチャーや高校恩恵を縮むるために、生きるために、15歳で親元を離れ、15年年に親元を離れて、道、え、中、ー、立ち三等ならんことから、えー、自立した生活を送らねばならないことから、 児童生徒や保護者にシートのチャーまた売りから親の親のチャンケ進路決定の参考にしてもらいこ今回一路志シム土地の手がかりとし当該での自立した生活を送る心構えを育成しようとしまんじておどうあとのドアガチする心構えのために孫 学力向上対策委員会が毎年開いているもので、名人平ング・ヒラルモノ・ムン・ヤイビーシ今年は今年、県立那覇国際高校と県立首里高校2年の、えー、稲口とタイガ・マニカリ・アビタン、女子生徒2人が招かれました。2人とも、えー、タイトン、タイトン、 県立離島児童生徒支援センターで両ティ・えー、くらラサガチが今回、えー、通って両、えー、生活をしながら通っており勉強と部活を両立させた日常の様子などを紹介しました。勉強と部活おのターチクナサガチ・クラチオンドディヌクフィジーのようし話しし近さびたん。 在校生からは学校のシートのチャーからや受験勉強はどのようにしたか受験勉強やチャノフジーちゃんことしさがとか友達はすぐできたか女子はやしぐに止めて困ったことや悩,悩みは困ったることとか悩み、新労ことやねえになどの質問が寄せられトイタンにのあって 質問トゥイタンニのあて2人はタイヤ毎日勉強して習慣化した方が良い毎日勉強する勉強する習慣なりにすせましどうとか島出身だと声をかけてくれて友達もすぐできた大東島の毎日クイーンカキレリアにシグに女子ごできたィケタン 部活はした方がよい部活やすせえまし寮は雰囲気もいいしうぬう寮や寮地名やあの国う指名黒鎮ゆたさい離島出身で似た環境だから犬離りのチュンチャービケの犬たちはウぬルる役と悩んだりした時も、まあ、ゆたい駒たいの当たる場所ね。 仲間や先輩たちに相談して励まし合っているどシゴはまた、えー、シージャかたんけ相談し他芸にエサミオートンとアドバイスしていました、えー、アドバイス「ユシとイビータン」「昼夜島立ちの心構えを学ぶんでいニュースをしてサびたしがこの台風24号やイビー氏が大東カジノの中空になってちょんじぬくてやイビーン」まあ 今年の,の台風火事不正。土曜日曜に牛吉土ちイベントのあるトミティ本当、お、やっけいなもんなと、びン野菜。まあ、安心、あの二十四号。マギ火事やいびこと。やのちかしや、ちょうミランね、ないビランでええ野菜。とんせまた来週、よしれびら、にへデビル。はい、えー、どうもありがとうございました。えー、今日の担当は、上地和夫さんでした。